どうも、皆様いかがお過ごしでしょうか？うかでございます。というわけでやっていきましょうか。ストレートの直球人生、続きをやっていきたいと思います。ストレート一本縛り、ゴー！試合です！さあ、球速135キロしかないけど、このストレート、どれぐらい、対応できるのかやっていきましょうか。おー、すごいね、なんかこう、雰囲気が。やっていきましょう。東条インターナショナル戦。まずはここ勝って初戦突破しようよ。先発投手として頑張りますよ。変化球がないというのはかなりね、厳しいものがありますが、まあそこはね、頑張って抑えてきますよ。これは実力の見せ所ってやつですね。さあ、ローディングが長い。中古でね、プレイステーション2買ったんでね、なかなかこう、ちょっといろいろできないことがあるんですよね。だから、中古、お前の球はすでに見切った。なんだと？さあ、来い！抑え、アウトに取れたら経験値アップ。行きましょう。ウェイ！あはーん！いやーやべえ、ストレート一本の。あ、追いついた、追いついた、勝て、あ引き分け、勝ったー勝ったー、まさかの勝利。やべえ。俺、一球で片付けられちゃったんだけど。まあ、いただきました。まさかの勝つっていうね。へえ、すいませんね。ストレート一本の弊害がこんなあっさりと出てると思わなかった。あんな軽々とスリーランやられたら俺もさすがにショックだわ。どう？評価は上がるのかな？お、評価上がった。やったね。ちょっとだけでも。えい！く、バカな。まさかここまで力をつけていたとは。見たか、当初。俺たちのこの力を。俺はスリーラン打たれたけど、君に。うん。次は怖いか、覚えておくがいい。やめて、忘れて、僕の今日の活躍は忘れてっていう。初戦突破、いいじゃないですか。気を引き締めて次の試合頑張りましょう。うん。はい、数日後。よく頑張ってくれた。あ、なるほど、ミニローラー。あ、そうです。はい。これは、あ、なるほど、スタミナだね。ありがとうございます。いただきました。好調に下がっちゃったな。じゃあちょっと仕事して休もう。はい。やってほしい仕事。はい。飲み会の感じ。ああ、大変だね。もしもーし。もしもーし。セッティングできた。やること多いな。いまいち。まあまあ、できないよりか、やった方がいいからね。オーダー。はい、わかりました。行きましょうか。このスタメンに行くことにした。期待に応えて結果を出せるように頑張るぜ。そして試合当日。はい。次はどこ？これ。何は貿易。はあ、なるほど。まあ、東条インターナショナルに比べたらちょっと弱いんじゃないかなっていう期待を込めて。行きましょうか。おお、兄さん、気合入っとるまんな。俺は何は貿易の、御堂金太郎。すごい名前だね。へえ、辻太郎じゃない、金太郎なんだね。お手柔らかに頼むで。よろしくお願いします。関西の方、怒らないで。僕なりに頑張って、読んでるのよ。別にそういうなんか関西弁バカにしてるとかないですからね。この間生放送で言われちゃって、ショック受けてたんですけど。行きましょうか。株式会社パワフルバーサス何は防御。なんつった今俺、何は貿易って言ってなかったもんね。防御っつったよな。失礼しました。さあ、行きましょうか。2試合目。このなんかローディングの画面見て思い出したんですけど、社会人の応援ってこうなんか特色があっていいですよね。なんかこう、シャを上げて応援してる感じが僕好きです。あの感じ。東京ドーム一回見に行ったことがあるんですけどね。確かどこだっけな ?JR 東日本とどっかだったけどね。ヤマハだったかな、ちょっと覚えてないですけど、見に行ったの覚えてるんですよ。さあ行きましょう。2回いきなりピンチを迎えましたが、ここはしっかりギャン！あ、ファーストゴロ！よし！月コース！シャイ！片付けてやったぜ。チェンジじゃなくて？あー、ツアーとか、ノーアウトランナー1、2塁だったんだけど、まあなんとか。ほい！はーん！あ、待って！だー思ったより伸びちゃったって。あ、でもこれセカンド間に合う。どうだ。あ、無理か。さすがにさせないか。いやー、かなり長打コース持ってかれたな。はい、行きましょう。ふい！オッケー！難しいな、やっぱり。ストレート一本で片付けるというのは。ギリギリ！ボールかい！よいしょ！ストライクじゃねえの、審判。ちょっと緩急を。やん！あいばい、バックホン！帰ってくる。そうはさせないと。やべえ。ちょっとやべえぞ、これ。これ以上点取られちゃまずいな。クイック4になる。え、マジで？これ、抑えたら、え、なんつって今、三振取ったら？え、でもクイック4は嬉しいな。ほい！三振取りたいな、できれば。うえい、振ってこい！露骨だったかな？
コントロールないからな。よっしゃー、これクイック4になっただろ、これ。どうだ、おーし、1点追いついた。これで俺の負けはなくなった。そして、勝ちー。顔が全部同じだから、登板したんか、これを最後まで投げたのかどうかもわからん。まあ、多分スタミナ的に投げてないでしょうね。はい、勝ちました、2勝目。いいですね、ペース悪くないよ。いや、でも嬉しいですね。やっぱりこう、抑えられた時の、こう、爽快感というのは。これ、クイック、プラス1だよね、これで、間違いなく。えい。自責点1。まあ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 。そんなに投げてないけどね。なんだか抑えましたよ。え、お前らやらい強いやないか。まさか負けると思わんかったで。かなり上がった。いやー、ありがとうございます。うい。準決勝突破でやんす。ん？準々決勝？準決勝ってことは次決勝か。なるほど。見事な勝利じゃぞ。頑張りましょうよ、地区大会。お、贈り物。豪華守備用ネット。豪華だって。ありがとうございます。レベル2。あ、ボーナス入ったやったね。あ、高級マッサージチェア。で、これで回復するんだっけな、確か物もらって。はい。サバの味噌煮。あー、なるほどね。実家の味ってやつだ。お、ボーナスが残った1500円。なるほど、なるほど。基本ボーナスが入ったらなんかこう、ちょっと休もう。はい。熱血は減っちゃうけど、まあいいや。うえ、隠れ坂グループか、いきなり。あー、最終特訓じゃー。あー、必死に特訓した。そう、生も子も突き果てるまで。いいじゃないですか。で、能力上がんないんだね。お、やれるでーんす。え、ちょっと、史上最強と言われる今年の神楽グループは、なんで負けたの結局。これほどすごいとは予想外だった。なんでそんなバッタンバッタンになるまでやるんだよーっていう。はい。普通に負けちゃったやん。何もできなかった。はい。さあ、どうするかだよね。あ、雨。2周目が雨なんで、じゃあ次ちょっと、普通に、まあ、ね。仕事しよう。あ、社長が上だ。まさか首じゃねえだろうな。え、やばい。あ、よー、わかった。あ、あ、係長、やったー昇格。危ねえ、危ねえ。ちょうど仕事をしてねえなと思ったところに、これは怖いわ。やったー。いえ、係長になりました。おごりだな。へえーっていうな。あ、よろしくお願いします。焦った。今、本当に焦るわ、これ。あ、じゃあ、雨なんで仕事します。はい。何をしようかな。あ、選べるんだ。いや、派遣社員への指示ができる。なるほど。会議へ参加。会議に参加しよう。うん。そうそうそう。しっかり頑張りますよ。あ、いいじゃん。張り切りすぎた。いや、いいんだ、いいんだよ。うん。頑張った方がいいから、こういうな。さあ、練習していきましょう。状況的には、そうだな。コントロールもう一回やろうと。結構上がってきたね。もう帰るとするかと。焼肉。絶対行く！あ、やばい、金かかるけど、まあいいや、はい。矢部くんもついてくるというね。まあいいよ、全然。みんなで楽しんだらいいからね。5000円消費。あ、でも疲れ、あ、いいよいいよ。5000円でこんな回復するんだったら、まあ、よしたよ、いいもんだよ。さあ、どうしようか。休息。あ、ダメだ、筋力がねえんだ。コントロール、ちょっとこれひどいよね。スライダー覚えられるけど、覚えないという感じで。じゃあ、ちょ、休息。じゃあ、コントロールがせめて E になればいいんだよな。E になれば E って別に面白くしようとか思ってないですからね。コント、あ、待った待った待った。その前にちょっと、はい。あ、しばらく晴れだな。まあいいや。はい、コントロールアップ。シャーキーンと。給料日。おぞーす。これどうなんだろう、部長にまで昇格したらどうなんのかな、これ。なんか、この、さっきのなんか金蔵さんにはなんか言われるのかな？言われないよね、まさか上司なんだから。形だけとはいえの。さあ、ちょっとお仕事しようか、じゃあちょっと、はい。時々やんないとね。派遣社員の指示しよう。うん。はい。ということでお願いします。そこそこ仕事、あ、いいね。まあまあ、いいんだよいいんだよ。時々、仕事をすればね。でも、あれぐらい、なんかそんな、全然やってないですよって、本当に、それでもいけるもんなんだね。あ、やばい！熱血、あ、よかった、上がった。そうだ、満タンになると消えちゃうんだね。別に満タンじゃなかったら減らないと。セリーグ広島1、パリーグロッテ1。なるほどね。ちょっと見せてくれと。マジか！ノーヒットノーラン達成してんの。はぁー。来週は決勝っすね。あー、秋の日本予選ではリベンジしなくてはな。頑張りましょう。猪子練習、いいじゃん。ほい、じゃあどうし、あ、結構上がったね。じゃあ、体力回復させようかな。休むで、はい。給料日。予想通り。まあまあまあ、そんなもんさ。うん。はい、結構持ってかれてくると、まあいいさ。どうした？ 66,900 円。ちょっとね、
危ない危ない。アイテム買いに行きますか、お店。なんか、売ってんじゃねえかな。パワリンデラックス、疲れがぐんとびる。あー、ビルドパワリンデラックスはちょっといいな。どうしましょう。特訓、なんか、武器的な、武器っていうか、こう、どれだ、バット、グラブかな、グラブ、守備力、経過、あー、球速、あ、いいね。15万。ピッチングスパイクで、あ、スタミナ、これでいいや。ヘビースパイクにしよう。スタミナプラス10はちょっといいわ。あ、そしたらこれヘビースパイクにした方がいいな。どうせだと、あ、3万円。迷うな。ちょっと難しいですよね。これ何、コントロール、ボールとかこれ。ボールで、そうです。スナイパーボール。あ、これにしよう。よし、決めた。S スナイパーボールを買うためにお金を貯めることにします。それでいこう。じゃあ、急速上げて。うん、影山さんもいるからね。よし、熱血入った。いや、好調、下がっちゃった。まあいいよいいよ。で、どうしよっかな。じゃあ、スタミナ上げちゃうか。熱血ドーン、結構いきましたね。3アップ。で、そうで、できるだけこう、怪我しない範疇まで頑張りたいんで、ちょ、ここははい。アロマセラピーやっていきます。あー、ダメだ、減るわ。熱血やって。そうだった。まあいいやいいや。うん、どうせ体力もなかったから。おい、大きな変化はなかった。よかったー。はい。ちょっと回復します。給料日。え、足りなかった。あー、すいません。あー、足りなかったかー。でもよかった。評価下がんなくて。あ、矢島部長の評価下がった。くそー。やっちゃいましたね。どうしよっかなー。じゃあちょっと早速仕事だけ、仕事、あー、危ない。仕事しとこう。何をしようかな。会議の食器やっときましょう。はい。間に合うかな？いまいち。あー、そう。何をうまくもう限界なのかなと。もうダメだー。何を余計なこと言ってるでやんすか。もう、練習するのが一番。なるほどね。どうしよう、やる。直球、変化球なんて持ってねえさ。よっしゃー、来たでやんすね。あ、あー、ほらしい。ちゃんと練習しようっと。そうだね。やる気めっちゃ下がるじゃん。やばいな。それ、矢部くんにホームラン打たれちゃうちょっとショックだわな、確かに。まあ、そう言って言うと矢部くんに失礼だけども。もう、こればっかりは仕方がねえ。あ、効率上がった気がする。やったね。これで結構良くなってくるじゃないですか。スタミナも。急速な、なんとかしたいけど、ちょっと。でもまあ、これはい。うん。スタミナの底上げをしておきましょうかね、とりあえず。お腹空いたなと。何がやってんの？おー、誰か小先生。お、何やるんすかっていう。球を投げております。あちらだ、バッターを、一球勝負で打ち取ればあなたの勝ち、ヒット打たれたり、5連続打ち取れば終了。なるほど、なるほど。やってやるぜ。うん。負けないよ。体力68。はー、なるほどね。じゃあ、軽めの直球。じゃあ、どうしようかな。外角の、高め。はい。スカッ、よーしゃい。まず一人抜き。次。体力、あー、ちょっとでもそんなに消費なかったね。軽めの変化球投げてみるか。ないけど。真ん中の、高めに、はい。よっしゃー、休めで済んだね。どうしよう。直球の、外角の、低め。スカ、よっしゃー、いいね。4人目。あと体力、あ、結構消費しちゃったな。軽めの直球の真ん中、高めは危険だろう。低め。はい。スカ。よーしゃー。あと一人。が、体力2しかねえ。やべ。あー、参ったな、これ。間違えた。じゃあいいや。軽めの直球、真ん中、高め。はい。あ、あーと一歩。くそ！うわ、やる気めっちゃ下がる。ひどい。いや、こんな状況で登板はきついぜ。あとちょっとだったな。なにこれ。フェニックス。よろしくお願いします。おぉ。株式会社パワフルってのがあいつだな。何ホーフェニックスギャウナ、なんだこれ。なんて言うのこれ。読み方がわからん。武田啓司くん。なるほどね。最近お世話になってますね、いろいろと。よろしく。いざ尋常に勝負だと。ちょっぴり上がった。いいじゃない。全力で戦って絶対勝つぞ。あーっと、やべえ、ノールカップすんの忘れた。やばいよ。危ないよ。なんていうのこれ。ちょ、聞いてみましょう。株式会社パワフル対大鳥フェニックス。大鳥って言うんだね。なるほど。大鳥フェニックス。覚えておきましょう。
やべえ、ゼウス調でしかも能力もアップしてないというね、こんな状況でございますが、どうすんの？ストレート一本で抑えられるかな？上がったものといえば、スタミナしか上がってなくね？やばいな、ちょっと。恐ろしい話だな、ちょっとどうしましょう。はい、よろしくお願いします。ツアー取らない新類。お、あー、スローボールでもいい、この際。はい。うっそんじろ！だー、ダメだ、スローボールなんて当てになんねえ。ツアー取らない満塁。ストレートで片付けたいと思います、ここはあっさりとね。はい。まあ、武田くんじゃないだけマシか、ここ。おい、ストライクいいね。球速はないよ。120キロ程度。ストライク、やばい。全然スピード上がんね。よっしゃ、ピッチャーゴロ。おい。バカ、危ない。よし、抑えればよろしい。いいね。そのまま行って。勝ったね。いただきました。3対1。株式会社パワフル勝利でございます。大鳥フェニックス。そんなに強くはなかったなっていう。ピンチにはなったもののね。どうだったの、結果。あの1点は自分かな？いや、自分じゃなかったらいいな。完璧に抑えられたら。あ、自責で1か。まあまあでもいいよいいよ。でも、うん。評価上がったんならよしだ。認めたくねえがた。ああ、次はこういかね。楽しみにしときなと。わかりました。また今度よろしくね。やったっすって、もっと頑張りましょう。やる気上がれ。やる気が上がんねえ。はい。お、練習機材。ああ、選べるんだね。そうですね。何これ。ムニムニボール変えた変化球でギブス。ギブス？どれだろう。多分、じゃあギブスにしとこうかな。はい。これが多分、球速だろう。はい。まあ、しかの贈り物じゃとは。えい、ー、あ、やった。タオルだから間違いないね。よかった。雨です。おー、なるほど。その日の天気に注目。気をつけておこう。行っちゃった。あー、矢部くんが総力練習するときは雨に注意。どうしようかな。ちょっとじゃあ、デート行って、やる気を上げよう。はい。桃子ちゃん誘って。はーい。こっからどっか遊びに行こうと。遊園地、でも、今、何月だっけ？やべえ、見損ねた。とりあえず映画が無難かな、じゃあ。はい。うん。映画の内容次第だな、これは。おい。栄冠甲子園ってアクション映画。へえ、いいじゃん。面白かったって、あ。よかった、ちょっぴり上がった。やる気が、どう？あ、不調になるだけか。また、神楽坂グループとの勝負かい。体調良くないけど。戦術。新しいサインと奇策を覚え、新戦術を用意して試合に臨むことにした。嫌な予感がすんだが。おい。はぁ！一夜漬けの戦術だけで叶う相手ではなかった。そりゃそうだろう。来年に向けて出直しだ。また負けたよ、これ。いや、いい成績残すんだけどな。あ、あざっす！褒められた。やったね。はい、いくらか。持ってかれたけど、まあいいさ。これぐらい稼げば多分アイテム買えるんじゃない？ちょっと待ってね。お店。いらっしゃい。あー、ぶんない。今ちょっと冷やかししちゃったね。スナイパーボール。コントロールプラス15。で、リストで、装備品。昔からのボールから S スナイパーボールに変更。あ、一気に D まで上がった。ほら、すごい。ありがとうございます。結構上がりました。というわけで、次回へ行きたいと思います。お楽しみに。じゃあね。いきなり火になってんだけど。じゃあ、踊りましょう、みんなで。踊るどうやってやるの？ね、アクションを選んで、で、それで、なんか LR、L3、R3 同時して。あ、ごめん、ごめん、ごめん。わぁジョーカーが違う。なんだ